They are the dancing避難所にいる人たちとか被災した人たちに本当一人じゃないってところを見せたいと思うし、ピッチに戦ってる自分もやっぱり一人じゃないって気持ちで戦いたいと思うので、気持ちです。もう今年はもう気持ちだと思います。まず自分たちが本当に希望の光となれるような、とにかく90分間笛鳴るまで遠くで犠牲になった方々の思いというのも全部力に変えて戦い抜きたいと思います。被災地の人々の思いを背に臨んだ特別な試合。目標は一つ、勝って仙台に帰ることです。気持ちが入ってたゲームだったので、サポーターも本当この日を待ってたと思いますし、行けるところまで行こうっていうのはありましたし、しかし前半37分、フロンターレの素早いパス回しに対応できませんでした。ここでクロスだ、シュート、決まった。痛い先制点を奪われます。まだまだまだだ、まだ終わったんじゃねえ、頑張ろう、頑張れ。選手たちに動揺は全くありませんでした。来たくても来れなかった人たちがたくさん仙台にはいると思うので、そういう人たちの思いを胸に。十分相手にね、うちのパワーっていうのは伝わってると思うので、これを緩めないようにやり続けるだけだなと思います。後半ベガルタの粘り強い攻めがチャンスにつながりました。ひたむきにつないだボールがゴール前へ。太田が力を振り絞って走り込みました。もう自分の足は正直その前からちょっと限界来ててダメかなと思ったんですよ。全ての人の思いが乗ってくれた。前がいた、シュートだ、入った同点。ベガルタ仙台追いついた。足がつった太田はそのまま交代、仲間に試合を託しました。フロンターレの反撃、ベガルタは再び押し込まれます。それでも体を投げ出しながらゴールを守りました。試合終了間際、諦めない気持ちが逆転ゴールにつながりました。試合終了、ベガルタ仙台逆転勝ちで今シーズン初勝利。よかった、よっしゃ。嬉しいですね、本当に元気になりました。本当にもう感激でいっぱいです、胸いっぱいです。生きててよかったと思います。本当に良かったです。本当に選手が最後まで力強く東北のために精一杯でいました。
こんばんは。こんばんは。サタデースポーツです。ベガルタは、まあ、選手はもちろん、うん、観客サポーター、そして、はい、監督も気持ちのこもった試合だったんです ね、まあ、相手の川崎フロンターレ、毎年 J1 上位にいる強豪チーム、その相手にも絶対に引かずに、うんっていうプレーがすごくこう気持ちが入ってるなという印象でしたね。サッカー解説の長谷川健太さんとお伝えします、はい、長谷川さん、いやしかしこの気持ちが勝敗を左右するそういうゲームってあるんですね。いやほとんどそういうゲームばっかりですね、うん、あそうなんですか、はい、で今日のベガルタはやっぱ最後までね勝ちたいという気持ちがね本当強かったですね。そういうのちなみにどういうプレーに出てくるんですか。あの玉際のシーンに出やすいですね。玉際、はい、フィフティのボールをどっちがボールをこう保持できるかどうか、その辺のルーズボールの奪い合いというところに、はい、そういう気持ちというのが非常に現れますね、はい、ちょっと映像でご説明をお願いします、はい、あの仙台の方が、はいまあ、同点にしたシーンですけど、はい、この辺のこうどっちに転ぶか分からないボール、確実に仙台の選手がボール拾ってんですよね、はいはいはい、まあ、ここから太田選手が最後決めるわけですけど、うん、あえてこう競り合うのがまず大事であると。そうですね。でこの辺のどっちに転ぶか分からないボール、あとそれと、まあ、良かったのがですね、はい、この赤嶺選手の周りに非常にこうたくさんの選手がいますよね。3人見えてますね、はい、この辺の連携というのが非常にこの時間帯良かったんですよね。でこの後太田選手が決めるわけですけど、太田選手が手でですね、はい、ここに起こせっていう、はい、手ですよね、はい、感じでまたそこにいいボールが出てきたんですよね。あ、なるほど。あ、こういう連携もこの同じシーンにあったわけですね。そうですね、この時間帯非常に良くなってきて、はい、まあ、これは魂のゴールですね。もう釣りながらもうなんとか押し込んだというシーンでしたけど、ゴールした後痛がってましたもんね、太田選手。足伝って言ってましたね。なるほど。まあ、ベガルタは今シーズンマルキーニョ選手新しく加わったんですが、はい、うん、この震災の影響でブラジルに帰ってしまったり、うん、そして柳沢選手も怪我で離脱してしまったりと、ちょっとフォワード陣に不安があるかなと思ったんですが、うん、その影響っていうのは、まあ、影響はあったと思いますけど、あ、そうですか。ただ全員でカバーしたなという感じがしますね。やっぱりマルキーニョ選手がいることによって前線ためができる、はい、それがなかなかね、うん、後半の時間帯までそういう形作れなかったんですけど、はい、まあ、テクラマリ監督がメンバー変えてからシステム変えて、はい、で非常に良くなってきましたね。後半やっぱりちょっと違ってきた感じですもんね。違ってきましたね。ボルテージが非常に上がってきたって感じがしましたね。まあ、今日ベガルタ勝って、はい、ただ今シーズンのベガルタは本当にその地元のファンの期待っていうのも大きいと思いますよね。いや、まあ、非常に、ね、期待されてると思いますし、まあ、今日のゲームなんかもそういうシーンがたくさん見れましたんで、今シーズンどうでしょうベガルタ、まあ、この後のこの帰ってホームでね実際ありますけど、はい、ここで連戦で連勝できるかどうかが非常に大きなポイントになるんじゃないかなと思いますね、はい、今お話にも出ましたが次はホームでの試合となるんですが、はい、相手は浦和レッズ、これどんな試合になるでしょうか、ね、まあ、激しいゲームになると思いますね。レッズもやっぱこの能力とは非常に高いチームなんで、はい、まずそこをきちっと抑えることができるかどうかというのが一つのポイントにはなると思いますし、仙台、はい、うん、は今日のような形で全員でねみんなでどうやって攻撃を仕掛けてゴールを奪うことができるか、はい、これは非常に大きなポイントになるんじゃないかなと思いますね。最後まで気持ちの入ったプレーでもう一回見たいです、はい。